今日の最後です。先ほどの小桜とかですね、豆ドリハのアルビノと一緒に今日うちに来ました。これね、ルリコスボタンインコですね。まだちょっと綿毛だらけですけど、小さいですけどね、まだ少しね、まあ、あの小桜に比べたら少しこう気が小さいところありますからね、ボタン。まだ慣れてないんだと思いますよ。ごわごわっていう感じです。でもまあご飯は今日はしっかり食べましたからね、明日になったらもっと慣れてくるんじゃないかと思います。あ、オカメが遊び来てます。これとこれです。もう興味を持って鳴き声をするもんだから。これね、夜はケージで寝させてるんですが、このオカメ昼間ここら辺にずっと遊ばしてるんですよ。おい、カメちゃん、おい、おいで。はい、私のところに、まあ、ここでまだ何日かしかいませんけど、だんだん慣れてきました。カキカキもさせるようにね、少し練習今してます。カイ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 、はい、いよいよね、だんだん良くなるね。はい、もう一丁、はい、もう一丁おりました。こいつはいつも連れ立ってゾロ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 歩いてます。ウロコはひっくり返って寝てます。まだひなで差し入れ1日4回やってますけどね、やっと慣れて、もう今かなり1日ずつ慣れてきましたね。もうすっかりリラックスしてですね、私のとこついて回ります。手前はね、オカメ、シナモンですけどね、あそこ親にむしられてね、もう1週間ぐらい前になりますかね、うちに来たんですけどね、ずっと私は飼っててだいぶ生えてきましたね。もう7分ぐらいは生えてきました。もうあと1週間持ったらもうふさふさになるんじゃないですかね。結構ね、小さいようなんだけど、これ実はまあ大きいんですよね。むしられてるから分かりませんけどね、結構ね、これよりこっちの方が拾って食べますもんね、硬い皮付きを。あの鱗のひっくり返ってるのも食べ始めましたね。あ、今あくびしましたね、鱗。今ね、あくびやってたからもう疲れてるんですかね。このおかみはもうね、今日のこの遊びを覚える頃になってきましてね、もう出たがって出たがって困ってます。鳴き方からして、これオスのヒナの鳴き方をしてますけどね、さあどうなんですかね。おい、ウロコ君、目が覚めたかい。ずうずうしいから起きません。何が騒いでも知らん顔してます。くぐられてる、尻尾で。あ、怒ってますよ。何するんだって言ってるのね、あれ。おい、ウロコ君。なかなか、ひっくり返ったままだね。はい。もういい、寝てください、もう。もうご飯だよ。最後のご飯、今日はね、遅れてます。30分。今から食べさせます。OK。終わります。